シュトットガルト周辺の鉄道も変更シュトットガルト、新中央駅の線路配置図シュトットガルト21は、重要鉄道駅のシュトットガルト中央駅の再建築を目的にする交通都市建築プロジェクトで、革新内容は、東端式ホームの中央駅を地下の通過式ホーム駅として改めて建設することである。線路は地下トンネルを通じて伸びて、既存の鉄道用地は、 都市開発用地となる予定である。このプロジェクトは、シュトットガルト・ベンドリンゲン新線を含めて、高速新線は、中央駅、空港、ウルム中央駅を結ぶ予定である。シュトットガルト21は、ベンドリンゲン・ウルム高速線との連結から公式に、シュトットガルト・ウルム鉄道プロジェクトとも呼ばれる。シュトットガルト・ベンドリンゲン新線は、連邦交通計画2003のシュトットガルト。 アウクスブルク新線の一部であり、ヨーロッパ横断鉄道網の17号軸の一部に相当する。ドイツ鉄道がこのプロジェクトの主幹者であり、財政の参加機関は、ドイツ政府、バーデンビュルテンベルク州、シュトットガルト地域連合、シュトットガルト市当局、シュトットガルト空港、欧州連合である。プロジェクト費用は百九十五年当時には十八億七百万、マルクで、 2010年の工事開始時点では40億8800万ユーロであった。しかし2019年11月には総費用は82億ユーロまで増加した。連邦会計監査院の資料によればその総費用は100億ユーロ近くに推算されている。プロジェクトパートナーの間の共同財務協定は45億2600万ユーロの費用まで財政支援を起立する。 シュトゥットガルト21に対する反対の集会活動には数万人が参加している。反対側の市民請願は2007年法律には許容されないという理由で却下された。調停会議で改善案としてシュトゥットガルト21プラスが提案された。一方反対者たちは東端式駅21を提案して今までは方向転換21を対案としている。 2011年市民投票で、バーデン・ビュルテンベルク州の財政支援中止は58.8%の多数決で却下された。線路撤去と都市計画プロジェクトの内容は、17個線路の東端敷地上駅を撤去して、既存の場所で90度ほど回転された8個線路の通過式地下駅を新設することである。S バーンの地下駅は保存され、北から新たな地下線路で連結される。 フォイヤバッハ駅及びバートカンシュタット駅とは、伏線の新線で連結され、互いに、シュトットガルト空港ウンタートゥルクハイム、オーバートゥルクハイム方面の連結線の新設される。合意線は、中央駅から S バーン線の合流地点まで廃止される予定だが、州政府、地域連合、市当局は線路を保存して、北駅と連結する法案を指示している。 約 57km の新線は9個のトンネルと共に建設される予定である。プロジェクトの拡張として、バーとカンシュタット北駅の S バーン連結線の法案、ホイヤーバッハ駅から新中央駅区間へ1つあるいは2つの線線を追加建設する法案、五依線を撤去せず S バーン線として北駅と連結する法案が考慮されている。 1> 約1平方キロメートルの既存鉄道用地がこのプロジェクトで有用となる。都市開発用地は8つの土地区画で構成され、そのうち20ヘクタールはシュトットガルト上庭園の拡張のために使用される。シュトットガルト21の工事区間シュトットガルト21の主要工区は2016年末の時点で次のように分かれている。ドイツ連邦鉄道は1970年。 シュトットガルト駅の下で高速鉄道用の新しい地下駅をマンハイムとウルムの両方向に新設することを検討した。1980年代にはプロヒンゲン・ギュンツブルクの新線に関する通過式駅の新設される可能性が調査された。1988年シュトットガルト大学のハイメアルなどの教授たちは高速線をアウトバーンと 並べて建設し、4つの線路で地下に通過式駅を増設することを提案した。1991年まで多数の提案が検討され2つの企画案が選ばれた。企画案の共通点は、フォイヤーバフ派から地下の通過式駅まで近く間を建設することであった。H 企画は、ハイメアルの提案が発展した形で新線をフィルダー、ウルムまで建設する法案を意味する。 軽企画は地下の中央駅からプロヒンゲンまで地下区間を新設して既存区間のプロヒンゲン重線区間を改良する法案である。1991年10月連邦鉄道は通過式駅を新設する代わりに既存中央駅を続いて活用する H 企画と軽企画の変形企画案を提示した。1992年9月15日州政府は アウトバーン8号と平行し空港と連結される新線の指示を表明した。1993年12月連邦鉄道はシュトットガルト中央駅の鉄道連結と関連して一旦東端式駅を続いて活用する法案を採択した。1994年6月ドイツ鉄道中央政府、州政府、市当局は実現可能性調査を依頼して 翌年1月16日その結果を発表した。この調査の結果、中央駅の乗降場を8線路の通過式駅に改築し、地下の環状線路と連結することが提案された。ミッドナッハと町駅のエスバーン新設駅、ウンター・テュールクハイムの車両基地、空港駅などがすでに整えられた。48億マルクの工事費用は土地処分、乗客数増加の収益。 運営改善を通じて、そして一般交通予算と関する法令の根拠で調達される予定だった。予備プロジェクトの段階では地質及び地下水調査の含める技術的、経済的側面で調査が行われ、調査結果は1995年11月提示された。遠距離列車容量は約50%ずつ、近距離列車容量は 約80%ずつ増加すると推算され、費用便益指数は約2.6と計算された。鉄道ハブと新線のための土地計画案は1996年12月6日に発案され、環境影響評価計画の含む文書は1997年1月から2月まで相当の市群に提出された。土地計画案は同年9月完了して、続いて、 環境影響評価の思行も確立された。ところが1999年当時ドイツ鉄道、ヨハネス・ルーレビヒ会長はこのプロジェクトを中止して、2011年、その理由を、シュトットガルト21はあまりに巨大で、高費用だったと明かした。とある分析の結果により、ドイツ鉄道は、新鮮建設の含むプロジェクトを一気に実現する、可能性がないと言明した。 しかしバーデン・ビュルツブルグ州とバイエルン州はプロジェクトの実行することを持続的に要求した。1999年11月には州政府、市当局、地域連合、シュトットガルト空港は13億マルクでプロジェクトに参加することを申し出た。同年12月ドイツ鉄道理事会はプロジェクト監督委員会に S21 を続けることのを進めた。 2006年10月バーデンビュルテンベルク州議会は、シュトゥットガールト21及びベンドリンゲン、ウルム新選工事の実行を、賛成115票対反対15票の結果で、決議した。2007年7月19日中央政府、バーデンビュルテンベルク州政府、ドイツ鉄道、シュトゥットガルト市当局は、全体予算と建設予備費の分配に関して合議した。 2009年12月9日、監督委員会は企業の投資計画の採択に同義した。一方同月16日には連邦議会の交通委員会は緑の党の参加の拒絶することを進めた。緑の党の提案内容は中央政府のこのプロジェクトに関する一時中断を宣言し、年末までの期限を取り消すことであった。 中央駅周辺の工事計画図2010年2月2日、連邦交通省長官、ドイツ鉄道会長、州知事が中央駅で着工式に参席して、車止めが象徴的に釣り上げられた。S バーントンネルの出入り口改築の設計作業のため、列車の通行は2010年6月から2011年1月まで制限された。 中央駅舎の北翼は2010年8月から9月まで、南翼は2012年1月から7月まで撤去されていた。2010年10月1日最初の木の切り倒し作業が中部城庭園で数千人のデモ隊が集まった状況で警察の保護下に行われた。2013年5月中央駅ホームの線路集団側を120メートルほど移る工事が始まって、 同年10月完了した。2012年から両新線を連結する長さ365メートルのズルツバフハ谷の橋梁建設。2013年4つのトンネル施工が始まった。同年12月オーバーテュールクハイムトンネルが最初に貫通された。2014年8月5日、中央駅の排水路の掘削工事は中部城庭園で行われた。 2018年9月初にオーバー・テュールクハイムへの両トンネル掘削工事は地下水の大量流入のため中止された。工法変更には連邦鉄道庁の新たな許可が必要だと言われる。2019年10月時点でトンネル長さの約83%が掘削されている。対安の東丹式駅21とシュトットガルト21との対比プロジェクトの支持者たちは 中央駅の高速列車編連結機能、運行時間短縮、利用客数の増加を根拠として、都市発展、経済発展、社会発展の可能性を強調している。反対者たちはこのプロジェクトに関して、鉄道運営の損失、鉄道利用者の不便、環境負担、高い費用を考慮している。州政府がこのプロジェクトに集中しすぎるため、 他の鉄道プロジェクトに支障をきたすとも言われる。運行時間の短縮効果も、東端式ホーム駅の場合と比べて、電車と機関車のプッシュプル技術の効果でゼロに近いと言われる。そもそもこのプロジェクトで増加する列車編の数えを統制できるのかと疑問を持った住民たちが、土地収容問題の理由で、バーデンビュルツブルグ行政裁判所に訴訟を提起した。 2014年6月新中央駅の容量は1時間あたり32列車編であると判定されて、それは2006年のバーデンビュールテンベルク行政裁判所の判定と違わなかった。現在の中央駅の最大容量は、実際には1996年に1時間あたり38列車編、2011年に39列車編であった。その根拠で反対者たちはこのプロジェクトで、 遠距離交通の実際需要と比べて、新中央駅の容量が足りないと見ている。その批判は、シュトットガルト21に対する4番目市民請願の主な論点であった。左翼党と緑の党は共同で、この最大容量を根拠として、シュトットガルト21の一時中断を請願した。社会環境団体であるドイツ交通クラブは、エスバーン運行の大混乱が、 S, S 番列車が将来には地下の新中央駅で停車、待機できないので、シュトットガルト周辺の全体列車運行に影響を与えるのだろうと批判している。一方プロジェクト企画者は、現在には列車が5つの線路で出入りできるが、将来には8つの線路で出入りできると見ている。中央駅周りの循環運行で、運行時間の調整と遅延時間の最小化が可能で、あるとも言われる。 緑の塔とドイツ環境自然保護連盟の依頼でコンサルティング法人であるフィーレクトロエスラーが調査及び研究を実施して5位ン廃止とシティトンネルの通行不可の場合 S バーン列車の迂回運行の可能性も消滅するという批判が提起された普通列車あるいは快速列車が非常時にホイヤーバッハ方面及びバートカンシュタット方面の S バーン線路で もはや走行できないと言われる。プロジェクトの費用と関連して利益は建設会社と銀行だけに優先されるという批判が部分的に提起された。例えば、ダイムラー社が建設車両の提供でこのプロジェクトを支援することを市民団体であるシュトゥットガルトの生活シュトゥットガルト21反対が批判した。 有志契約当時の時点で、ドイツ鉄道の公費用の内部機密を疑い深く保持することとプロジェクトの続行決定根拠の足りないことが指摘された。それは、市当局による、シュトットガルト21の有志契約破棄を目的とする、第三次市民請願の根拠となった。それと関する市民投票の承認申し込みは、シュトットガルト市議会によって2015年7月2日に却下された。 その後ドイツ鉄道の理事会及び監督委員会に対する一件の刑事告発とベルリン高等検察庁の告発を受けないことに関する苦情が続いた。支持者たちにも反対者たちにもシュトットガルト中央駅は基本的に現代化されるべきだと意見が一致している。また1990年代にシュトットガルト21の対案がまだ検討されていなかったという批判が提起された。 シュトゥットガルト21の改善というコンセプトで、環境、交通団体である、シュトゥットガルト逆戻りはトンネル掘作なしに、統合定時時刻表の可能性で、中央駅を改修することを提案した。交通クラブは、シュトゥットガルト逆戻りと、シュトゥットガルトの生活シュトゥットガルト21反対と、共に、既存の中央駅を保存する、東端式駅21のコンセプトを拡張した。 2016年にはすでに建設された部分も活用する方向転換21のコンセプトは導入された。2001年の短距離列車編に関する10年契約は入札手続きなしにドイツ鉄道と締結されたことも批判された。バーデンベルテンベルク州立地域公共交通はシュトットガルトの一定額の補助金が契約金額に含まれていることを認定した。 2016年まで施行される交通契約に関連して、シュトットガルト21の終了まで契約の一部は入札手続きなしに続いて、ドイツ鉄道と締結される予定であった。緑の塔は2025年まで入札手続きの場合より1億ユーロが追加支出されると想定している。シュトットガルト消防当局は2012年16個の要求事項の中14項目が まだ処理されていないことを批判した。トンネルで放火水を使用できるまでの時間、トンネルや避難通路の換気必要、トンネルの有害ガス排出設備の欠乏が特に指摘された。新中央駅で火災などが起きて1万人が避難、せねばならない時に、ドイツ鉄道庁は最大1万6000人が避難することを想定した。しかし、 ドイツ鉄道の消防委員とプロジェクト大弁人の発言によれば、実際に救出可能な辞任はかなり減少すると言われる。また、新中央駅の乗降場の傾斜道は1.5%に相当し、許容基準値を超過するので、馬車内の子供や車椅子利用者に事故が起きる可能性もある。北側入り口前の GG 群衆と放水法。 車両シトットガルト21に関する説問では2014年まで多数の賛成と反対の比率が交互に変わった。2010年8月反対者の比率が67%で最も多い2012年11月賛成者の比率は最大に66%であった。プロジェクト志向が決定された時より多い抗議事位が起こっている。 2009年11月から毎週に月曜日時が数千人の参加者によって起きている。G 主催者はシュトットガルトの生活、環境自然保護連盟、緑の塔であった。市民団体である公園保護者は、白庭園保護の目的で木の倒し反対運動に参加した。2012年2月工事現場で木の根が除かれた後でも、 公園保護者は最も大きい意思疎通プラットフォームをインターネットで提供している。2010年9月30日数千人が中部城庭園で中央駅の工事に対する辞意を起こした。約400人は警察の鎮圧で使用された警棒、放水砲、唐辛子、スプレーによって怪我をした。翌日には少なくとも5万人が同じ場所で集まり、同年10月9日には、 警察がアスイさんで6万3000人、主催がアスイさんで15万人の人々が10月10日の時点で最大の反対事項に参加した。2010年9月30日の G 鎮圧の件に関して2015年11月18日にシュトットガルト行政裁判所は警察が鎮圧時に基本法の難しい問題を無視したというわけで警察鎮圧が違法だと判定した。 2010年9月から相当数の支持者たちも、シュトットガルト21の賛成人に参加していた。2010年10月27日より、同年11月27日まで、セディ等の前奏書記であるハイナー・ガイスラーは、仲裁案討論会を、支持者代表と反対者代表の三席で、司会者として8回も進行した。討論会の終了までは工事作業は中止され、 新しい業務は何も割り当てたらないべきであった。2010年11月30日、ガイスラー・シュトゥットガルト21プラスというタイトルでで、ある、5位線の保存、新中央駅の線路増設などで、プロジェクトの変更を提案した。鉄道駅の稼働率を高めて行う模擬実験である、ストレステストに従って、どんな容量増加の法案が実現されるのかが、決定される予定であった。 2011年7月29日ストレステスト結果、討議の時が、イスラーは、自分とスイスのコンソルティング企業である、SMA とパートナー社が作り上げた、シュトットガルトの平和という接中案を提出した。その法案によれば、遠距離列車は4つの線路で、新しい地下駅で停車するが、一方地域輸送列車は、線路が10から12個で減少した地上中央駅で、 停車するべきであった。その費用は25から30億ユーロの水準で付けられた。S21 の反対者は、その仲裁案を喜んで受け入れたが、一方ドイツ鉄道は拒否した。ありがとうございます。